貢献してるいやいやすごいよ。そうだね、その通りだ。ちょっと彼はなんて言うんだろう、はい、うん、なんて言うんだろう、太田です。太田さん、はい、そうだね、デッドボールで、バッボールか一個か、あ、デッドボールあったのか一個、うん、まあ、あれはこれはいいね、この試合が最高だよ。あれ、これは二中組じゃない。おじさん組じゃない。いや、出たくないんだよ。出たくない組。私は広島でいいんじゃないかなと思うね。でもまあ、まだ勢いでいっちゃう、ね、あ、まあ神入ってるなぁ。この試合は神入ってるよね。ちゃんとはスコアなってんだ、今気づいた。打順が良くなってる。なんか多分ね。西ルの九西ルぐらい。え、今九番かな。さっき八番だったの今。あ、でも十人いるのか。あ、大丈夫。あ、今七番。10人だとしたら、うわ、これ緊張しますね、これ。あれでも9人しかいないし、1人出てないもんね、さっきベンチに1人いたね。あの人が打ってるんですけど、ついてたからな。ショートに。これはマイトセだ。これは無理だ。これは無理だ。いや、ホームランかも。ホームランだね。悔しいの、あいつ悔しがってるやつ。がっくりだ、がっくり。でも、かみってなかった。かみってねえ、かみってねえ、あいつ。こっちはかみってない。これね、あのね、エラーじゃないから。これは打たれてるから。思いっきり打たれてる。思いっきりパコンって打たれてる。あ、それはかわいそうだよな。似てんだもん。守備はいいね、やっぱね。守備はいいよ。10番、指名打者、ペッペ。
って左中間も右中間も無理だもんね。どうやっても取れないもん。いい試合だね。いい試合見に来たなこれ。ね。いい試合見に来たよ。いい試合見に来たよ。取れないよ。小田さんがちゃんとダブルプレーを想定してるから。ゆっくり踏んで、ゆっくり踏んで。いいねー。あいつ悔しがる。あれ。あ、すぐちゃんがっかりだな、今度。なんだな。ライト買いとくべきだった。歌ったな。ライト変わったんだね、ライト。